これ何でしょう。はい、皆さんこんにちは、ももがチャンネルです。はい、皆さん早いですね。もう6月も終わります。でうちね、7月に中間テストがあることになりました。もう早いね。で今回しかもすごい短くなったんですよ、テストの時間が。テストをやる時間30分間やることになって、なので結構1問でも間違えたら結構ダメージでかいので頑張りたいなって思います。でももうほんと早いですよね。もう最近学校始まったと思ったらもう6月も終わり。どうなんだろう。でもまだ夏休み決定してないんですけど、でもやっぱりね、結構どこの夏休みも短くなるらしいですね。あ、ちょっと残念なんですけどね、もう今年ばっかはしょうがないです。はい、というわけで今回は久しぶりに100均に行ってまいりました。今回はですね、キャンドゥさんでご予算1000円ということで買ってきました。全部で9点選んできたので、そちらを1つずつ紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、というわけでそれがこちら。はい、こちらでございます。それでは1点ずつ紹介していきます。はい、まず1つ目はこちら。これやばくない？もうさ、で靴下とかはまあ売ってたっちゃ売ってたんですけど、もう最近ね、もうめちゃ可愛いデザインのが増えてきてビビってますね。でこちらなんかね、今回私が行ったキャンドゥさんではね、野菜のなんかグッズみたいなのがたくさんあったんですよね。お野菜マルシェソックス、ソックスですね。はい、これね、めっちゃ可愛くない？これ、ネギ、長ネギのデザインなの。めっちゃ可愛いと思ってね、まあ、他にもデザインあったんですけどこれにしました。で、うちは23から25センチのやつですね。出してみよう。はい、こちらでございます。めっちゃ可愛くない？まあくるぶしちょい上くらいの長さですね。はい、続きましてはこちら、アップルジュースかと思いきや、これはですね、なんと携帯ウェットティッシュなんですよ。今の時期結構ウェットティッシュ必須じゃないですか。で、すごいね、使うと思うし、しかもこのパッケージ、このデザインでこれくらいのサイズっていうのがまたね、持ち歩きやすくて可愛いんじゃないかなって思います。で、上見てこれ。ここ本当の缶みたいになっててさ、これ、どうやって開けるんだろうって思ったらさ、もしかしてここって感じ。ほーらー、すごくない？まあ、本当はこっちが、こうやって開く感じなんだけど、こう、こうやって開きました。で、この中に、ウェットティッシュ。まあ、まだ開いてないので、取り出せないんですけど、こうやって多分、あ、入ってました。こんな感じで中にウェットティッシュが入ってるので、これを袋から出して、あ、いいね、こう入れて、きた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 、これビール。はい、こんな感じ、かわいいんだけど。で、これでシュッて出して使えるみたいな感じだね。出してみよう。おー、いいじゃん。サイズ感もね、ちょうどいいかもね。こんな感じ。スマホも拭ける感じですね。今の時期結構ね、こういうウェッティとかすごい必須だと思うので、アルコール消毒とかもできるので、めっちゃ便利だと思います。しかもこれなんかすごい、石鹸の香りみたいな感じでめっちゃいい匂いします。めっちゃ可愛い。おすすめ。はい、で続きましてはもうみんな大好き、サンリオグッズなんですよ。で、結構ね、キャンドゥさんすごいサンリオグッズがめっちゃ充実しててびっくりしました。で、その中に、うちが好きな、ポチャッコもいました。というわけでちょっとね、今回ポチャッコのグッズ何点か買ってきました。はい、まずこちら。バーン！ポチャッコのシールですね。めっちゃ可愛くない？ポチャッコシール。はい、こんな感じでいっぱいポチャッコのシールがあります。でもこれは使えないので、普通にこうやって飾ったりしたいなって思って選びました。もうこんなのもったいなくて使えないよね。超かわいい。これは普通にうちがめっちゃ欲しくて買ったやつです。はい、次。じゃーん。こちらこのスライダーケースでーす。だ、ここに歯磨き、なんかお泊まり会行く時とかに歯ブラシ入れたり、まあ、なんか入れたりできるよね。めっちゃかわいい。ちょっと開けてみる。はい、デザインはこんな感じで裏を持っててちょっと違いますね。で、結構筆箱、ペンケースにもできるし、メモとか入れたりも。まあ、なんと、いろんなことに使えそうですね。かわいい。中学2年生になってから結構筆箱の中身とかが少なくなってきたので、こういうのでも全然いいんじゃないかなって思います。はい、続きましてもポーチですね。こちら。
こちらこのミニフラットポーチでーす。はい。デザインがね、超可愛いのよ、これ。ほら。これもね、サイズ感的にいろいろ入りそうですよね。コスメとか。はい、なんかこんな感じ。マチがないタイプですね。めっちゃ色合いが可愛い。はい、続きましてこちら。超可愛くない?これ。すごいちっちゃいんですけど、これね、名前が書いてないんだよね。サンリオのポチャッコのちっちゃいクリアファイル的な感じかな。ほら、ちっちゃいくせにもやって細かくさ、こうやって区切りになっててさ、めっちゃクオリティ高くない?まあでもこのサイズ感ならチケットとか入れといたり、まあ結構大事なものっていうか、紙類は、ちっちゃい紙類とかはね、入るんじゃないかなって感じですね。これね、バッグのやつでも可愛いよね。マスクとかね。マスクにもいいかもしれないですね、今の時期。ここにね、一枚ずつストック入れといたり、まあ前にはね、使い終わったやつとか、まあ分けて入れたりしてもいいんじゃないかなって感じですね。で、次、めっちゃ可愛いんですよ。じゃーん!ポチャッコのダブルクリップでーす。やばくない?これ、ポチャッコちゃんのね、クリップなのよ。3つ入ってますね、これ。もう中2になってからすごいね、クリップ使うようになったよ。プリントとか結構挟んだりするんで。はい、こんな感じでね、可愛いポチャッコちゃんがね、ところどころに散らばってる感じのデザインですね。で、ここに、ポチャッコって書いてあります。めっちゃ可愛くない?シンプルな感じで。シンプルな感じで超可愛いし、サイズ感もすごいちょうどいいので、これは筆箱に入れておきたいですね。で、なんかね、結構いろんな100均でいろんなサンリオグッズ出てるんですけど、なんか大体キティちゃんとかマイメロとか多いじゃないですか。あと、キキララとか。でももうこんなね、あんまうちポチャッコのね、グッズって見ないんですよ、100均とかで。なのにこんな揃ってるっていうのは結構びっくりしましたね。次。続きましてちょっとね、うちの友達に買ったやつですね、これ。うちの友達でキロップが大好きな子がいるので、その子のためにちょっとおそろで。ね、こちら。ケロッピのクリップも買いました。いや、うちもケロッピ可愛いと思うのよね。これちょっと開けないでおこうね。こんな感じで。まあ、同じようなケロッピのデザインになってて、まあ、クリップですね。超可愛いのよ。で、もう一個がこちら。これもね、いろんな種類のキャラクターのメモ帳があったのよ。ポチャッコはなかったんですけど、このケロッピのメモ帳。で、この中は2パターンありますね。まずこのパターンと、このパターン。めっちゃ可愛いね。ポチャッコがればよかった。なんかメモ帳ってすっごい使うってわけじゃないのに、なんかもう可愛くてね、どんどん溜まってきがちですよね。はい、というわけで今回はキャンドゥさんでね、9点買ってきたものを紹介しました。いかがだったでしょうか?もうね、キャンドゥさんね、あの自粛期間中のせいでも全然行けてなくて、超久々に行ったんですよ。もうそしたらもうすっごいサンリオグッズが多くなってて、めちゃめちゃびっくりしましたね。しかもこのキャラクター以外にもすごいたくさんね、クロミちゃんとかいろいろね、キャラクターのね、グッズとかもあって、めっちゃ可愛かったし楽しかったです。まあ、結構私サンリオの中ではポチャッコが好きなんですけど、ほんとすごいね、グッズもね、ポチャッコあって嬉しかったです。またね、何かね、面白いグッズとか可愛いグッズとかあればね、紹介できたらいいなって思っております。皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。他にもなんか100均で買えるめっちゃいいグッズとかあればコメント欄で教えてください。それでは皆さん、バイバーイ。超かわいい。Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.